はい、ご視聴ありがとうございます。続きものでお送りいたしております。南宋里見八犬伝より八犬伝物語、その第2回目になります。第1章、八つ房の手柄。安西景連、麻呂信時とともに阿波を治めていた領主神代光弘は、悪臣山下貞兼によって亡き者とされ、城を奪い取り滝田の領主となり、玉梓を奥方としましたが、里見義実はこれを責め、貞兼は自分の家来の裏切りによって首を取られ、奥方の玉梓は生け捕りにされました。玉梓は元神代光弘の家来であった金丸八郎高吉に命乞いをしましたが、聞き入れられず首打たれてしまいました。義実は今度の戦で手柄のあった者にそれぞれ褒美を取らそうとします。何としても金丸の手柄が第一。その上、金丸は神代の家来というものの、もともと神代の一族でもありました。この人に誰よりも熱い褒章を与えようとしましたが、何を思ったか金丸はその褒章を受けようとしない。それどころか不意に腰刀を抜いて自分の腹へ突き立てた。義実の家来は驚いて金丸の周りへ駆けつけ、切腹を止めようとすると、いや、これには深いわけがござる。貞兼を討ち取るつもりで、かえって間違って主人の神代を殺した者は、この金丸の昔の家来たちでござった。その罪を償うためには、この金丸はこれで切腹しなければなりません。と言って刀をなおも深く突き立てる。その時、義実は隣の部屋から家来に一人の子供を連れてこさせた。この子供は金丸の子であった。金丸が自分の家に仕えていた一作という中間の家を頼り、その一作の娘と夫婦になって住んでいた時に生まれたのがこの子供であった。その後金丸は主人の仇を報いるために方々を駆け回っていたので、一作の家へ帰ることもない。今金丸が義実の助けで貞兼を攻め滅ぼしたことが一作の家へも聞こえたので、その子を連れて訪ねてきたのだ。義実は金丸に向かい、金丸、そちの手柄はそのまま子に譲り、この子の大きくなった時に当女の城を譲ろうと思うぞ。この子には金丸大助隆則という名を義実がつけようと思う。そちは安心して死ぬがよい。金丸が息を引き取ろうとする時、義実は先に玉梓の死ぬ時に言った言葉を思い合わせていた。滝田の城が義実に攻め滅ぼされて間もなく、麻呂の城の平館は安西に攻め滅ぼされ、今では阿波には滝田の里見義実と立山の安西景連とだけが領主としてあるようになった。しばらく戦もなく、義実は上総志逸の領主の息女を奥方として迎え、長女の伏姫を産み、次の年に男の子次郎太郎を産んだ。次郎太郎は後に阿波の神義成と呼ばれる人である。伏姫は生まれて間もなく、夜も昼も泣いていて難しい子であった。もう三歳になるけれど物を言わない。その頃、阿波に須崎の明神という社があった。その後ろに縁の行者の岩屋があった。義実の奥方は、この岩屋へ家来を参詣にやって、
伏姫の立派に成人することをお願いしていたが、ある日伏姫は参詣の途中で80ぐらいの老人に会い、その老人から水晶の数珠をもらった。この子は生まれながらに不幸がつきまとっているから、この数珠を取らせよう。この子は不幸であるが、その後この数珠の助けで里見の家にまた幸福が来るであろう、と言って老人は立ち去った。縁の行者がこの老人の姿を借りて出現したのであろうか。数珠の8つの大きな玉には、一つ一つ仁義礼智忠信孝悌という立派なわけのある言葉の一つ一つの文字が刻まれていた。それより後、伏姫は立派に成人して、もう11、12歳になった時には、日本や信濃の難しい書物などをさえ読むようになった。その頃のことである。長砂郡の富山という山のふもとに和座平という百姓がいて、その家の犬がメスの子犬を産んだ。ただ一匹だけ生まれた子犬であるから、体も大きく骨もたくましい。7日ばかり経った夜、狼が入ってきて、その母犬を食い殺した。さて、和座平は野良の仕事に出るので、食べ物を与えることなども不便がちであるけれど、犬は飢えた様子もなく、すくすくと大きくなってゆく。これはただごとではないとよく見てみると、夜、滝田の方から、鬼火のようなものが飛んできて、さてその後で年のいったタヌキが子犬のところへ入ってき、子犬に乳をやっているのだ。子犬はこのタヌキを母にして大きく育ってきたのである。このことがあたりの評判になっていた。里見の老人の堀内貞行は東条の城を守っていて、滝田の城へ参る途中にこの話を聞き、珍しいことだと思い、吉実へ申し上げた。吉実は、そうした強い犬ならば伏姫の伴母させるに何よりよかろう、と和座平にその犬を献上させて、八つ房という名をつけ寵愛した。牡丹の花に似た毛色が美しかった。伏姫も昼となく夜となくその八つ房をそばに置いて寵愛し、八つ房と友達になり、遊びながら大きくなっていったのである。立山の城主安西景連の領地では、ある年不作で百姓たちが苦しんだ。里見吉実は情け深い領主であったから、安西の百姓たちの苦しんでいるのを気の毒に思い、米5000俵を安西に貸してやった。ところが、次の年には、安西の領地では豊作であるけれども、里見の領地では大変の不作である。吉実は別段貸した米を催促するつもりはないけれど、安西が今度は多少米を貸してくれないものでもないと思い、まだ20歳になったばかりの金丸孝則を使者として安西の城へやり、そのことを頼んでみると、安西はこの折に里見を打ち滅ぼし、阿波一国を領地にしようという悪い考えを立てて、金丸孝則をそのまま虜にし、2000余騎の軍勢を集めて不意に滝田の城へ攻め寄せた。金丸は虜になるような男でもないから、安西の城を破って外へ逃れ出た。一方滝田の城では、安西に不意に攻められて城を防ぐ準備もなく、第一不作のために兵糧の支度ができていないから、城兵は食べるものが十分でなくて、このままでは城は
攻め落とされるよりほかに致し方がない。里見義実ももうこの上は安西の軍勢の中へぶって出て討ち死にしようと決心した。鎧をつけた義実がもう切り死にと覚悟をした目でふと前を見ると、愛犬の八つ房がこれも心配そうにそこにうずくまっている。この八つ房が敵の首を取りうるものならば、一度もどんなにか喜ばしく思うに、犬ながらも手柄は第一として望みのものを与えようぞ。と冗談ながらに犬の頭を撫でると、犬は元気そうに頭を上げ、今にも敵陣へ駆け出しそうである。八つ房は何が望みであるぞ。魚肉か、領地か、即女の伏せ姫かな。となおも冗談ながらに言うと、伏せ姫と言うとき、犬は嬉しそうに尾を振っている。そうか、八つ房も伏せ姫の婿になりたいと申すか。敵将影面の首を取ってくるものならば、八つ房でも伏せ姫の婿にして使わそう。と義実が言えば、八つ房は一層元気そぼに尾を振っている。その夜、義実は子卒を集め、今宵限りの別れに酒もない水だけの酒盛りも開いていると、不意にものすごい息を立てて飛び込んできたものがある。やや、殿、八つ房が影面の首を取ってきましたぞ。驚きながら上げた家来の声に義実も目を凝らしてみれば、いかにも八つ房の口には血まみれになった敵処母の首が加えられている。その時、敵陣の方でも急にそぼそぼしくなって、大将を失った安西の軍のうろたえる声が聞こえる。義実は軍勢を率いて打っていで、大処母のない安西の軍を縦横に切り立て、大勝利を締めた。第二章、伏せ姫の死。安西が滅んでみれば、阿波一国は里見のものである。里見の家はこれから万々歳と言ってもよい。ところが、その里見の家にも一つの難儀が起こっている。さて、この後いかが相なりますか。この続きはまた次回。本日はこれぎり。2021年8月21日、八犬伝物語、その第2回。